こんにちは、保護賢者です。今こちらに保護犬パーポーがいます。ちょっと話をしてみたいと思います。保護犬パーポー、上手にお話できるでしょ。保護犬パーポー、お話ししてよ。気持ちいいな。保護犬パーポー、もう話終わり？もうマミも寝ようかなと思うんだけど、どう？みんな集まってきたね。みんな集まってきたね。保護犬ピンクも、保護犬ブルーも、保護犬レッドも。もうねんねしようか。もう話終わっちゃった？もっとなんか、保護犬パーポーがさ、お話ししてるところ撮りたかったんだけど。よしよし。もうダメ、お話ししないの？お話ししない？撮ってると恥ずかしい、恥ずかしい。背中がめくれとるよ、保護犬ピンク。保護犬レッド、ママエンボさんしに来た。えい、もうね、すぐちょっとね、近い近い、夜の2時だからもうねんといかんね。マミーも仕事もうちょっとやめるわ。明日というか今日は困るから。あんたたちも寝てたんでしょう。ほら、保護犬パパも寝ちゃった。しました。みんな眠そうです。さっきまで寝てたからね。マミが今来たからね、ここに。もう保護犬パーポーは寝てしまいました。本当は保護犬パーポーのお話ししてる声をね、もうちょっと入れたかったんですけどね、あまり話してもらえませんでした。保護犬ジャーは、世の中の保護犬をなくすために、そして世の中の保護犬を助けるためにマミのお家にやってきました。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひよろしくお願いします。 Thank you for watching. See you again. Bye.